ああ、じゃあ、週刊ウニュです。よろしくお願いします。よろしおくお願いし相手まは、す。三好さんです。三好です。よろしくお願いしよろしくお願まいしす。ます。これは、第4号でお話しした、西方郷氏が、波を伝えるみたいなやつですね。じゃあ、これを流してもらって。ここですね。なんだ、このズームで見て、動きが荒い方がかえって動きがわかるみたいな変なことなんですけど、そうですまあ、か。実際には、YouTube で見ると、まあ、シャーって動いてきますね、波が。滑らかに。で、つまり、波が、2個分を1個のマス目に収めてるような感じなので、3個分を2本にまとめてるのか3な。個分を2個に入れてるんで、結局なんつうんですかね、マス目が1個ずつずれていく感じになりますね。ぴったり。ああ、これそっがかぴっそったかりそっなかんでそっすよか。ね。なるほだどかならるもうほちょっど。と違うのやると、もう全然マス目がぴったりにはならなくて、なんか微妙にずれていくはずなんですけど、今回のは3個の、3枚を2個分に収めているので、動いたときに、市松模様がですね、ちょうどひっくり返るような感じになるという。そっか、それは気づかなかった。そうね、やってみたらそうだったという感じですね。そしてなんなら、これ画面に1個しか波がないんですけど、本当は何本でも入るんですけどね。複数ね。なんですけど、まあまあ、初回としてはこれをやってみまして、また波をいっぱい入れるとこはまたやるなら後でやる感じかなと思いますけど。なんかやりたいことが増えてて、発あれ散や、し気味ですよね。そう。もうそんなのもできるぜってところで もう止めといて、後でネタがなくなったらまたそれを掘り出してくるといいのかもしれまあそんなとこですかね。ません。そうそう、これを縦横に入れるってことですよね。そそれのも話も。中地とやりたい感じもありますよね。その縦横ね。スチューム構成みたいな。そうですね。斜めに動くのもあるのかいや、な。波が。斜めはね、なんか斜めに潰しちゃうと、もうそれで他のところが拘束されてギュッて縮まっちゃうから難しいんじゃないかなと思ってるんだけそど、でもまあ分う。かんないですね。そう、こんなに、ぴったりになるみたいなのを狙わなければいくらでも多分いけるかな。ぜひぜひ、それは岩井さん発案で。そう、斜めね。ちょっとわかんない。急にはわかんないね。はい。じゃあ、どうぞ。これ縦横でちゃんと区切れてて、この波の影響がその外側には働いてないのが割と、そうね。斜めにしまあ、ちゃうとそこが難しいかもしれないと思っああ、いや、そう、それはそて。うなりますね。もう、すぐ全視野に 渡って歪みますもんね、この正方形いじってそうるなんと。です。全世界がぐんるぐんる回ってますもんね。普段のやつはね。これは、なんだ、上下には影響が無限までいってますけど、それ以外は収まってますね、世界そうが。なんです。ゆっくり一枚ずつ進んでます、これは。もう波が来てるぞって、この辺の人は気づいてないっていうね。気づいてないですか。気づいてないです。じゃあ、今日は、じゃあ、振り返りはこの辺でということで、チャンネル登録よろしくねということよろしくお願いします。で。はい。じゃあ、終わります。おー